まあね。てっぺいさんは怒ることあるんですか？僕いつも怒ってますよ。あ、そうなの、ね、うん、え、でもそんなイメージはない、やっぱり。でしょ、でしょ、やっぱりね、違うんですよ、みんな。あの、イメージと、そう。そう。そう、うん、あの、よくね、僕のことを社交的と思う人がいるんですけど、あの、うん、ね、あのね、エクストロ、なんていうの、エクストロバート。エクストロバート、エクストロバートですね、うんうんうん。あれってあんまり日本では言わないですよね。そうだよね。そう、うんうん。なぜかというと、みんな結構、まあ、どちらかというと内向的な人が多い、ね、うんうん。イントロ。日本人はイントロが多いから、そうだよね、うんうんうん、あの、エクストロの方が珍しいですからね、どちらかというと。うんうん、そう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 。外交的公的、うん。とか社交的とか言いますね、ソーシャルな人、うんうんうん、で。僕は全然ソーシャルじゃないし。いや、私もなんですよ。うんうん、元気な人は元気なんだけれども、うん、あの、うん、外交的と言ったら違うです。違います。そうでしょ、うん、そうそう。うん、だしね、このさっきのりこさんが僕は怒らない優しい人と思ってくれてますけど、うん、それも嘘で、だから僕は本当に内向的で、ね、うん、怒っていつも怒ってる。そっか、もう最悪ですよ本当に。最悪と言わないでください。絶対友達にならない方がいいと思う、うん、なんでそんなこと言うんですか、こんな応援。いやいやいや、本当本当、僕が、いや、僕が一番友達になりたくない人は僕です。あ、難しい話になってきたな、うん、自分がね双子だったら絶対嫌だなと思います。本当に双子、そうか、うん、いや、わ、いや、まあでも、そう、あの、そんな、うん、いや、私は、あの、本当に自分は、何ですか、私も本当にできてない、似てきてないっていうか、よく怒るんです。怒る人間、怒るっていうか、私、あの、自分で、あの、鬼嫁という思っていて、鬼嫁。鬼嫁。すごい厳しい、そう。イーボーワイフ。鬼です。イーボーワイフ。うん、そう、本当にね、あの、よく、私は本当に旦那さんに感謝していて、実はこんなひどい、あの、女性を、嫁をよく、あの、もらってくれたと、結婚してくれてありがとうみたいなね、本当にね、もうひどい嫁です。まあでも謙虚ですね、それはそれで謙虚ですね。あ、そう、ね、うん、モデスト、謙虚ですね。時々ね、私は全然、ガーッとこう、もう悪いね、悪い、本当に悪いことをするなと思うんですよ、時々。悪いことするなんていうか、うん、いや、僕は自分はもう本当に最悪だと思ってますけど、うん、だけど、あの、全然奥さんにそんなに、あの、ありがとうと思って、あの、逆に奥さん良かったね、僕。結構すごいな、それも。そうか、うん、そうそうそう、ラッキーだよ、だ、お前はラッキーだ、そうそうみたいな、そうそう。でもね、それは奥さんもよく言うんですね、あんたはラッキー。そう、お互い言ってますからね。ああ、かわいい、ああ、かわいい、かわいい、それは、そうそう、それはそれでかわいい、うん、そうそうね、面白いね、夫婦いろいろですからね。まあでもこれは、まあ、でも、まあ自分のことですよね。やっぱ自分のこと分からないですからね、うん、結局。あの、自分がどんな人っていうのは。そうなんですよ、結局ね。うんうん、あと、周りから言われると結構びっくりしますよね、だからね。だから僕本当は怒んないんですかとか言われてね、のりこさんに、あの、うん、いや、そんな風に見えるってことはいいことかな、うん、いいことですか。優しそうってことでしょ。うん、そうそう、あの、なんか怒ってる感じは本当にしなかったね。まあでもさ、それはやっぱりポッドキャストのイメージなのかもしれないよ、うん、まあ、猫かぶってますからね。いや、でもさ、ポッドキャストで、ね、怒るわけにいかないでしょ。猫かぶる、ね、猫かぶるって、そうそうそう、うん、猫のぬいぐるみみたいなのかぶる感じですね。そうそう、かぶってるってことね。猫のふりをね、だから嘘を、そうそうそう、かわいいふりをしてるって、うん、猫かぶってるみたいね、うん、そう、猫かぶってるから。そうそう。でもさ、でも日本人って、そのさ、ごめん、こんなことまた奥が深い話なのかな、あの、表の顔とか裏の顔とかさ、こうあるじゃないですか、やっぱりこの、まあ、うちと外ってやつですね。そう、うちの外の考え方とはやっぱ似てると思うんだけど、うん、うん、だからそれもあるよね、時々はね、うん、まあ、あるでしょうね。うん、そうそう、会社の顔みたいな、うんうん、そうそうそう。そうですね。あ、でも僕はそういうのあるかな。そんなに変わらない？うんうん。まあ基本的には丁寧ですかね。僕は丁寧なんで、あんまりそんなに、いや、僕は丁寧だけど、あの、うん、結構、あの、
何丁寧だけど結構ズバッと言いますからね。丁寧だけど、うんうんね、そっか、うん、でもどんなことに起こるのか知りたいけど、まあ、また今度にしようか。起こる、うん、いや、うん、何世の中に起こってるんですか。いやそれはあんまりないですね。自分に起こ、うんうんうん、自分にも、自分は絶対起こって、自分に甘いんで僕は、うん、あのね、でもね、まあ怒ってもしょうがないな。だって、ね、まあでも、まあとにかく待つのがダメ。待てない。ああ、でもそれは私もだ。はい、うん、私もです。あの、スーパーで10分とか、もう本当になんかもう無理って思ってしまう。あ、そうなんだ。スーパーでは、待てるな。そんなことはめったにないんですけど、日本だと、ね。ないないね。日本だと早いよね、はい、なんでも。でもたまにあるんですよね。たまに。なんかいろいろ、そう、いろいろ重なってね、なんか、うんうんうん、あれ、全然進まない。そういう時はもうイライラして、ちょっと子供っぽいなと思います。自分のことを。ああ、そうか。はい、こんなことで。あとね、今日ね。今日なんですよ。今日あの、ちょっとあの、まあ、オンラインで買い物をして、はい。まあ、午前中にしてたんですよね。午前中に、うんうんうん、その、配達を頼んでたんですよね。佐川急便。佐川急便、はい。まあ、うん、12時になっても来ない。昼の12時ね。でも、ちょっと遅れることもあるかなと思って、1時ぐらいまで待ってたんですけど、来ないから電話をしたら、うん、まあ、間違いでね。間違いで、ちょっと午前中って、なってなかったっていうことでね。でもね、なんか怒らなかったです、その時は。今日は。まあ、本当に、はい、怒らないというか、全然。なぜかというと、やっぱりその、うん、佐川急便の人がね、佐川ね。うん、佐川急便です。佐川の人が、すごく、うん、まあ、なんか、申し訳ございませんでしたって言ったね、謝って、くれたので、うん、なんか僕が悪い気持ちになって、いや全然大丈夫ですよ、ずっと家にいますからっていう感じで、うんうん、なるほどなるほど。そうだから、うん、まあそういう風な人だったら僕は全然怒らないです。でも、うん、僕は怒るのは、うん、なんかそのもしね、その、うん、なんかその謝るっていうか、その あるでしょ、なんかそのごめんなさいみたいなのが全くない。うん、まあまあ、そのね。そうそう。そういう時はちょっとやっぱりイラッとします、ね。そうか、ね。ずっと待ってたんだよ、これは新しい面が見えました。哲平さんの。怒らないですか、気をつけようかな。いや、私は、もう慣れてるんですね。慣れちゃったのかな。そう。最初はね、本当にね、そういうことで、ね、本当に怒ってた。その何時にって約束したのに、なんでできないんだみたいなね。ある。本当の時間ね、時間です、ね。うん、本当に。でももう、その通り、もう本当にならないから、ここ。うん、だからもう、まあ、怒ってもダメだと思って。うん、人によりますね、本当に。うん、いや、佐川急便、やっぱり親切ですよ。丁寧だし。うんうん、しっかりいいことですね、それはね。まあ、僕は本当になんか、いつも、ここの佐川の人は、いつも本当時間通り来てくれるから、それもありますね。そう、いつも時間通り来てくれるから、うんうん、まあ、今日一日間違いがあっても全然そういうのは起こらない。うんうん、そうですよ。はい、僕の、頑張ってるね。はい、僕のエナジードリンクを持ってきて。あ、そうなんだ、それ買った。エナジードリンクっていうか、だから起こらないですよ。そんなんどうでもいいですかね。うん、そんなすぐに。なるほど、なるほど。え、てっぺいさん、じゃあ今日これで終わらなきゃ、はい。そうですね、そろそろですね。うん、のりこさん、また今度。今日の話、難しかったかな。豆腐とかちょっと難しかったかもしれないね。いやいや、そんなことないと思います。結構いろんなレベルの人がね、聞いてくれてるみたいですから。うん、よかった、よかった。いろんなレベルの人がね、楽しめる、ポッドキャスト、うんうん。頑張っていきましょう。はい、ありがとう。はい、じゃあ、のりこさん、また来週。はい、失礼します、はい。はい、よろしくお願いします。はい。はい。ありがとう。はいはい。じゃあ、のりこさん。こんな感じで。うん、また来週、よろしくお願いします。うん、じゃあ、来週も多分この時間でいいですかね。ちょっと待ってくださいね。うんうん。あ、そうですね、来週同じです。はい、うんうん、お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ失礼します。はい、また今度。はい、バイバイ、はい、はい、はい。